どうもロッドンです。前回はステージ8の8、まあ、最後のイベントのゴール直後の最後の最後でちょっととんでもないアクシデントが起きてしまいましたが、まあその後頑張ってもう一回走ってゴールしました。はい、本当に疲れましたね。本当に悲しかったですね。で、まあ次からはこのサーキットエクスペリエンスっていうのをまあやっていこうと思うんですけども、まあ、その前に今自分がどれくらいの実力があるのかっていうのを試すのに、このルイス・ハミルトンタイムトライアルっていうのをまあ買ってみたので、とりあえず流しで、本気ではなく流しでどんなもんなのかっていうのをやってみようと思います。はい、まあ目標はとりあえずオールゴールドを目標にします。ダイヤモンドは実況しながらだと多分できないと思います。そもそも普通のクリアでもダイヤモンドできないかもしれないですけど、まあとりあえず簡単な腕試しなんで、まあ一回軽く走ってみます。はーい、しかもペナルティ受けてるからギリギリのブロンズじゃん。うわー、じゃあ次ウィックマジョレサーキットワンラップ。はい、全体的にブレーキが速いのか。コーナー数個抜けただけでコンマ4秒も差がついちゃう。この位置ならハミルトンのゴーストをトレースしていけばいいのかな。あ、でも離されていく。離されていく。これゴールドタイム取るのしんどいんじゃないかな。ダメだ。全然世界に届かねえな、これは。57。シルバーを取っちゃった。はい。グランズ8、グランプリサーキット。完全にミスった。はいはい、おいはいはい、もう1秒差がついちゃってるぞ。こんな短い感じ。あー、ダメー。はい、グッジョブ、グッジョブです。はい、完全に煽られてます。ウィロースプリングスレースウェイビッグウィロー。鈴鹿サーキットかなり手前からスタートするね。うい、そんな1コーナー入る前にさ差をつけられちゃってさ、もういいもん、とりあえずブロンズ目指してるもん。いや、インカットしちゃったかな。
機バランスとかいじってガチめにやったらタイム変わるかな。あ、ダメダメダメよ。Practice more. モンザサーキット。はい。お、なんか知らないけどハミクソンが巻いててる。ゆるい。たった試験1個でコンマ5秒も差がついちゃうか。あー、ダメ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 。で、回って、あー、ダメ、砂浜に取られる。あ、はい、はい、はい、あー、あー、ダメ、ちょっとダメ。あ、あー、またやっちゃったよ。23秒さ、まあ当然だよね。Nope. More practice. It's パターンがある。マウントパロマーマーモーターレーシングサーキット。Good job. はい。はい。ニュルブルクリング北コース。と、5分40秒。
はい。でちまちまやっていきます。まあオールダイヤモンドがないかもしれないけど、取れたらまあその時に報告するかなって感じですね。はい、終わります。